はじめまして。私、さやかって言います。いぶきさんの奥さんのゆいさんですよね。どうも、はじめまして。実はいぶきは5年も前から行方不明なんです。さやかさんはいぶきのお知り合いの方でしょうか。本人とご連絡がつかなくて、ご迷惑をおかけしていたでしょうか。ご迷惑なんてとんでもないです。私、知り合い以前に恋人なんですよ。今日はいぶきさんの居場所を教えてあげようと思って連絡しました。え、いぶきの恋人？いぶきさんは行方不明なんかじゃありませんよ。5年前からずっと私と一緒にいます。私たちずっと沖縄で暮らしていたんですよね。ちょっと待ってください。それじゃあさやかさんはいぶきがいなくなった日からずっと一緒に？そうですよ。私がね、あなたと布団で暮らしたいって言って泣きついたの。そしたら彼が、愛の逃避行しよう。愛の逃避行。沖縄で過ごす日々は毎日楽しかったな。お金も地位も名誉もないけど、毎日好きな人と一緒にいれて、私幸せってこういうことなんだなって思いましたよ。いや、もともといわきはお金も地位も名誉もない人ですよ。私より安月給だし、平社員だし。そういうところが嫌だから浮気されたんですよ。いぶきさんいつも言ってました。妻は俺の気持ちを何一つ分かってくれないって。だからって浮気は行方不明になっていい理由にはならないですよね。こっちがこんなに心配していたのに、自分は浮気女と5年も沖縄で遊んでいたっていうわけ？本当にありえないわ。遊んでいたなんて失礼な。誰もいない土地で暮らすのがどれだけ大変か知らないでしょ？あなたこそ知らないでしょうね。夫が急に消えた後の暮らしがどれだけ大変かってことを。近所にも友人にも親戚にも彼の職場にも謝罪、いろんなところに私一人で頭を下げたんですよ。大変さを分かってくれる人がいなくてかわいそう。私はどんなに大変でもいぶきさんと分け合ってこれたのに。あなたが私から彼を奪ったんでしょうが、仕事も辛いって言ってたし、てっきり仕事関係で行方不明になったのかと思っていました。それがまさか浮気女と愛の逃避行だったとはね。今回の逃避行のおかげで私たちはじっくり考えられたんです。私たちはやっぱりお互いが必要で、いぶきさんはあなたと離婚する決意を固めてくれました。それ1ヶ月で固められなかった？私5年も待たされなきゃダメだった？アロンアルファなら一瞬よ。これから私たち沖縄だってそっちに戻るつもりです。愛の逃避行をやめて正々堂々2人仲良く暮らします。というわけで空港でのお出迎えよろしくお願いしますね。は？お出迎えですって？はい。私たちタクシーで帰るお金もないんです。妻として夫の新しい妻を迎えに来てくださいよ。頭がお花畑の人ってこんなに非常識なのかしら？それとも浮気以前にあなたってこんなことが言えるくらいバカなの？どうする？アロンアルファ唇塗ってみる？はぁ？さっきから黙っていれば何なのよ。ゆいさんって自分の立場がまだ分かっていないようね。それはあなただと思います。何言ってんのよ。あんたはいぶきさんに捨てられて、私が次のお嫁さんに選ばれたの。今はまだ妻だから調子に乗っているんでしょ？でもそれも今のうちだけだから。あんたは離婚されて、その家からも追い出されるんだよ。何ですって？なんでって、私が彼と結婚するからだよ。まだ彼とのお家に住んでるんだよね。そのお家、これからは私のものですから。ちょっと待ってください。いきなり消えた次はいきなり迎えに来いって言い出して、その次はこの家を守ってきた私に出て行けって言うんですか？一人ぼっちで5年もお留守番、お疲れ様でした。でもそこは今度から私たちの愛の巣になるんで、捨てられた妻が住んでいいところじゃありません。愛の逃避行の次は愛の巣ですか。何年経っても浮かれた頭にはお花畑が咲いているようね。はぁ？怒りを通り越してもう呆れてます。帰ってくるのは自由ですけど、覚悟だけはしてきてくださいね。私、あなたたちから浮気の慰謝料をもらうことに決めましたので。残念でした。浮気の慰謝料請求は3年間の期限付きです。愛の逃避行したのは5年も前なので、慰謝料請求できません。あなたって本当のおバカさん？逃避行した日からじゃなくて、私が浮気を知った日から3年間なの。今日から3年後が慰謝料請求の期限なのよ。そうなの？むしろ、
5年間もいぶきを見捨てず付き合ってくれてありがとう。これはかなりの慰謝料が期待できそうですね。ちょっと待ってよ。慰謝料請求なんて支払えるわけないじゃない。こっちはお金がなくなったから戻ってくるのよ。はあ、そうなんですよね。定職にもついていなさそうだし、請求するだけ無理な匂いがプンプンするわ。そうよそうよ。請求するだけあんたの大火事よ。弁護士の友人に聞いたことがありますけど、お金がないので払えませんで逃げ切る人も多いみたいね。よし、なら私たちもそれで逃げ切るしかないわね。だいたい愛し合ってる二人に慰謝料請求すること自体がおかしいのよ。愛されていないくせにお金までせびるなんてずうずうしいわよね。今一番ずうずうしいのはあなたたちなの気づいていますか？家を守ってきたこの私に浮気女が生意気に出ていけと言っているのよ。どこがずうずうしいのよ。私は彼の次のお嫁さんなの。どう考えても私がそこに住むべきでしょうが。はあ？そうそう、出て行くときは家具家電は置いて行ってね。あなたは自分の服と下着だけ持って出て行ってちょうだい。メイク道具とかも私が使うから置いていくのよ。私に手荷物一つで出て行けって言うの？そうよ、だって私たち全然物を持っていないんだもの。愛の吐息をした代償でしょ。笑いつけないで。とにかくもうそこは私たちの愛の巣になるの。早くあんたを出て行ってよ。私はもう彼と5年も暮らしていて実質もう嫁なの。あんたの居場所はもうどこにもないんだよ。居場所がないのはあなたたち2人でしょ。すでにこの家も土地もすべて私のものになっていますから。え？いつか帰ってきた時のために守ってきましたが、まさかそれがこうなるとはね。返すつもりもさらさらないし、このままもらっておきますから。は？ちょっと待ってよ。家も土地も全部あなたのもの？彼がいない5年間で何勝手なことしてるのよ。土地は代々続く実家の土地で、家も彼が建てたって聞いたわよ。ええ、その通りです。でも当の本人が急に行方不明になったでしょ？だからそれを守るためにすべて私に名義変更をしたのよ。え？お母さんがね、本人がいないと後々面倒なことになるかもしれないからって、私の名義に変えてほしいってお願いしてきたのよ。だから、家も土地も全部あなたの名義に？そうよ。残念ですね。愛の巣はとっくに私だけの巣になってるの。そんなの困るわ。さっさと私たちに返してよ。愛の巣は私たちのものなのに。私は困りませんので。はぁ？しっかり者のお母さんがいて助かりましたわ。確かにいざっていう時のために私名義にしておくと便利なものですね。こっちは助かってないのよ。彼だってふざけんなって怒っているわ。土地ももともとは彼のものなのよ。全部返しなさいよ。それを言ったらもともとは彼ではなくお母さんのものですよ。え？あなたも知っているでしょ？土地は代々続く彼の実家のもの。彼が所有する前はお母さんの名義なのよ。へりくつ言わないでちょうだい。あんたがいなくならないと私たちが暮らすところがないじゃないの。それがどうしたって言うんでしょうか。え？あなたたちの事情なんて知ったことじゃありません。今まで5年間も好き勝手に生きてきたんですよね。そんな人たちの住むところがなかろうがもうどうでもいいんです。キーッ、てこでも動くつもりはないってことね。こうなったら私たちも好き勝手にやらせてもらうんだからね。はい、どうぞ。それではこれで失礼します。やっほー、今日からこの家は私たちのものになりました。え？鍵がかかってたからぶっ壊して開いちゃった。でも文句は言わないでよね。好き勝手していいって言ったのはあなたなんだから。もう少し平和的な好き勝手だと助かるんですけどね。それにしてもユイさん、あなたやるじゃない。リフォームされて綺麗だし、中には防音のお部屋もあるし、この5年でピアノ教室を始めたんですよ。お母さんが何か気晴らしになるようなものをやりなさいって私にリフォーム費用をくれたんです。ラッキー、こんな綺麗なお家で彼と暮らせるなんて夢みたいだわ。ピアノを売ればお金になるだろうし。私の商売道具ですよ。勝手なことはしないでください。ならとっとと荷物を抱えて出て行ってくれるかしら。もうこの家は私たちが乗っ取ったの。5年も放置されてた妻はとっととどこかに行きなさい。借金の時全員集めておいたわ。え？まさかこんな形で防音のお部屋が役に立つなんてね。何されてもご近所迷惑にならないから安心してくださいね。え？ちょっと待って。借金の時って、ついてどういうことなのよ。お金が尽きてこっちに戻ってきたんですよね。
借金でも作ってそうだなーと思ってすぐに調べてみたんですよ。沖縄にある金融会社すべてに問い合わせたら見事ビンゴでしたね。沖縄中の合計6社から借り入れして踏み倒し中なんですってね。そちらの家はそのうちの1社に売り渡しましたので。え、この家売った？逃げ切れたと思っているようですけど、あなたたちは捕まったんですよ。自らカゴに入ってくれてありがとうございます。どうぞそちらで思う存分暮らしてください。いや、本当に借金取りが集まってきてる。返すものを返したら帰っていくと思いますよ。お金がないからこっちに戻ってきたのよ。あんた人事みたいなこと言ってないで助けなさいよ。見て見ぬふりなんてさせないからね。私が？彼の妻なんだから助けるのが当たり前でしょ。借金は妻のあなたにも返済義務があるはずよ。もう妻じゃないですし。え？これもまたお母さんがアドバイスをくれたんです。居場所がわからなくても裁判で離婚はできるわよって。え？だから戸籍上はとっくに離婚してたんですよね。お母さんが協力的だったのでとってもスムーズに離婚できました。嘘でしょ？じゃあ借金返済手伝ってくれないの？もともと手伝う気はありません。ピュー！沖縄の金融会社さんはとても羽振りが良くて助かりました。いい値段で家も土地も買ってもらったんですよね。おかげでこれからの生活も安泰です。待って待って、あの彼が一目でいいからあなたに会いたいって、戸籍上夫婦じゃなくても心は家族のはずだろうって。そういうのは5年も一緒にいたさやかさんに言うセリフですよね。本当彼ったら無神経なところが多くてごめんなさい。ぜひ次のお嫁さんになるあなたが直してあげてね。やだやだやだ、こんな状況でお嫁さんになりたくないし、借金追いつけられるって聞いたからここまでついてきただけだもん。その言い訳、借金時さんたちに通じるといいですね。それじゃあお二人ともお元気で。借金に上乗せした金額を払えば家も土地も買い戻せるそうですよ。さやかさんと元夫たちは金融会社から買い上げた私の家に住まわせてもらいつつ、朝から晩まで働いては借金を返済しているそうです。二人が抱える借金は借りた金額の他に、利子と逃げ出した罰金、家に住まわせてもらっている家賃、そしてさらに強制的に上乗せされた家と土地の買い戻し金額も合わせ数千万にも上るんだとか。そんな噂を聞き流しつつ、私はお母さんと二人で新しく借りたマンションでゆったりと暮らしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。